こんにちは皆さん。台湾で先日4連休があって、その間に僕は、ファーリエン、カレンに行ってきて、そこのチーシンタンっていう 7つの星の、ビーチに行ってきました。すごくいいところで、そこで動画も撮ったので、ぜひそちらの方をご紹介していきたいと思います。すごく綺麗なビーチでした。天気は少し曇っていて、ちょっと完璧な天気ではなかったです。お、ゴミの収集車の音です。これ友達はアイスクリームを売ってる音なのかなと言って出た友達、日本人の友達で、最近来た友達が言ってて、これはゴミ捨ての音ですね。ではその海ビーチの動画をご覧ください。どうぞ。エリー、今ファーリエンというところに来てます。ファーリエン、すごいビーチがめちゃくちゃ綺麗です。こんな感じ、すごい海子、見てください、こんな感じですよ。めちゃくちゃ綺麗。あー気持ちいい。足だけ今当たってますけど、これ防水じゃないから怖い。おい、いかがだったでしょうか。すごい綺麗で、チーシンタンでもなんか入ってたら台湾人のおばさんに、ちょっとそこ深いからあんまり入らない方がいいよって言われて、あんまり泳いでる人はいない感じのビーチで、みんな足ちょっと下ぐらい、下るまでしか入ってない感じでした。カレンっていうところは台北から2時間で電車で行けます。飛行機でも行けるみたいで、国内線に乗れば飛行機で2時間と言われていました。なので、台北から日帰りだとちょっと急な急ぎのスケジュールになるんですけど、1泊2日あればすごい楽しめると思うので、今たくさんの人が台北に遊びに来てると思うんですけど、ぜひカレンの方に行ってみて、チーシンタンってところに行ってみてください。すごく綺麗でいいところです。そういう紹介でした。もしよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。こちらの方の赤いボタンか、ここら辺の顔のボタンアイコンにクリックで、あといいね評価もよろしくお願いします。それではゴミ捨て行ってきます。